皆さんこんにちは、ドライバーの井口拓人です。今年も引き続きスバル BRZGT300 でスーパー GT に参戦をします。2020年は本当に悔しいレースが多かったですが、今年は新型車になり期待もとても大きいです。何度か走行もして手応えをつかんでいますし、今年こそはシリーズチャンピオンを目指して頑張りたいと思います。そしてコロナでなかなかサーキットでファンの皆さんにはお会いできませんが、今年こそコロナが落ち着いてファンの皆さんと全国のサーキットでまたお会いできることを楽しみにしています。今年も精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今シーズンも、スバル R&D スポーツからドライブをする、レジックドライバーの山内秀樹です。今年は昨年以上にいいレース、また、ファンの皆さんを楽しんでもらえるようないいレースができるように、この練習、また、合同テストからしっかり車を作り上げていき、チームとともにみんなと、頑張っていきたいと思います。また、早くこのコロナの方が落ち着いて、ファンの皆さんとまたサーキット、またイベント等で会えることを楽しみにして、一生懸命頑張っていきたいと思います。皆さんに笑顔を届けられるように、精一杯頑張っていきたいと思いますので、今シーズンも、応援の方よろしくお願いいたします。精一杯頑張ります。ありがとうございました。はい、新井俊弘です。今年もですね、日本ラリー選手権に、WX として UAB 型で参戦することになっております。ただですね、コロナの影響で、モザイクの中止ということですね、大臣の新城から、全開でいきたいと思います。またですね、観客が入れるかどうかもちょっとわからないんですが、ぜひですね、見に来られるときは、応援に来てください。よろしくお願いします。今年も頑張ります。こんにちは、ラリードライバーの鎌田拓磨です。いつもスバルチームの応援ありがとうございます。この状況の中で皆さんとお会いできないのは非常に残念ですが、今年も WRX-STI で全日本ラリーと BRZ で全日本ダートトライアル2つのカテゴリーに参戦します。早くコロナが収束して皆さんとお会いできることを楽しみにしております。また全日本ラリーはスバルオンチューブで全線配信予定ですので、そちらの方もお楽しみください。今年も応援よろしくお願いします。こんにちは、全日本ラリー選手権に参戦している新井俊弘です。2021年も全日本ラリーに参戦するんですけども、去年と同じように一生懸命一戦一戦しっかり結果を残していけるように頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。またコロナの影響で今年も観客を入れてイベントが開催できるかどうか少し難しいところではありますが、もし見に来ていただけるようなイベントがあれば、ぜひ来て現地で応援していただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。2021年 86BRZ レースプロフェッショナルクラスに参戦します、久保凛太郎です。去年は皆さんの応援のおかげもあってシリーズチャンピオンを獲得することができました。ありがとうございました。
今年はカーナンバー1番をつけて参戦します。強い BRZ を皆さんにお見せできるように頑張りますので、熱い応援よろしくお願いします。久保凛太郎でした。はい、皆さんこんにちは、CG ロボットレーシングチームの手塚優也です。今シーズンはですね、昨年に引き続き 86BRZ レースのプロクラスに参戦していきます。カーナンバーは引き続き88号車になります。昨年と違ってですね、今シーズンはリザルトを求められるシーズンとなります。タクティさんやチームメイトでチャンピオンの凛太郎兄さんにですね、1回でも多く勝てるように頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。